皆さんこんばんは、カーです。職業自宅警備員、特技壁キック、性格ヒステリック、特徴人より少しピアスが多い。今日はそんな僕の身に起こった恐怖体験をここに綴ろうと思う。あの日もそう、僕はいつも通り自宅の警備をしていた。たまたま見つけた一つの映像ファイル。なんだこのファイル。あなたは知っていますか？ピアスの穴から白い糸が出て、それを引っ張ると目が見えなくなりますよ。それではそれでは、お気をつけてお過ごしくださいませ。なんだこれ、バカバカしいな。今思えばこのファイルを消してしまったのが全ての始まりだったのかもしれない。まさか、そんなわけないよな。うっ、なんだ夢か。やはらかーです。とね、かだまーさん、はい、長いオープニングお付き合いありがとうございます。ということで本日はなんですけども、諸説あるとは思うんですが、ピアスの穴から白い糸が出て、それを引っこ抜くと失明するって本当について、カーが解いていきたいと思います。イエイ。はい、誰もが一度は耳にしたことあるんじゃないでしょうか。どうなんでしょうか、聞いたことないよって方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、カー自身リアルでもばあちゃんが一番よく言ってたかな。ばあちゃん言ってたし、まあ、知人っていうか、まあ、クラスメイトにも言われたような記憶があるような気もします。まあ、特に意識して考えたことってなかったんだけど、最近なんかすごく質問が多くて、リスナーさんからこれって本当なんですかねっていうのを結構聞いてもらえるんで、そこからちゃんと考え始めるようになりました。ファンのとこのリスナーさんは特にピアス開いてる方も多いんで、一度は言われてるんじゃないかなっていうことで今回動画に起こしたんですけども、先に結論から述べます。もう一回、先に結論から述べます。ありえないです。はい、まあ、その白い糸が視神経って言って、目の神経だから引っ張ったら失明するよっていう話なんだけど、そもそもが視神経なんか耳に通ってないです。でもっと人間の感情的に解いていくと、そんなさ、ピアス開けて失明するかもしれんようなことをしてるのにさ、ばあちゃんにも言うわけじゃないんだけど、のんきすぎるやん、失明するかもしれんよって。いや、のんきすぎるやんって思って、ちっちゃい頃からか、ちっちゃい頃というか学生の頃からうーんとか思って、何言ってるんだろうっていう感じで思ってたんだけど、まあ噂の一人歩きってやつですね。うん、どっかのパパかママが言い出したのがそういう説になってきたのか、はたまた海とかそういう液体が糸っぽく見えてそれがなんかあったのかよくわかりませんが、基本的にはありえないです。まあ、よく聞くと思うんだよ、耳はまあ飾りみたいなもんなんだよね、音を拾うために拾いやすくする。中の鼓膜とかは重要な部分あるかもだけど、この出てる部分にそんなさ、視神経が通っててとかは大丈夫なんで、本当にね、ピアス開けるってなった時にそこは心配せずに開けてもらえたらなと思います。でもしみんなの周りでそう言ってくる方がいたとしたら、こう言い返してほしい。君は風邪の時に首にネギを巻くんだねって、これも聞いたことあるかな。もうそれぐらい意味のわからないことを言われてるってだけなんでね、本当にスルーしとけばいいし、もう一回言うときたいんだけど、そこはね、開けるときに絶対心配せずに開けてください。絶対大丈夫、カーが保証します。で、一応動画で使ったんで紹介だけ、はい、紐みたいなの入れてたと思うんだけど、ピアスフローズってやつ、すごい持って行き方が案件っぽいけど案件じゃないです。リスナーさんに教えてもらって、これ使ったらすごい匂いがあって、うん、まあ、臭くなるって言われて、なりますよみたいに言われて、いや、ならないしとか思って、それを動画にしようと思ったんだけど、うん、やったら、あ、これなんか糸っぽいなと思って、じゃあその糸の動画にしようと思って、一本出して使い方軽く、コーティングされてる方あるから、そっちじゃない方をつけて5秒間だって、5で、ピアスホールに刺すで、引っ張って抜くだけ。うん、なんかスーッとする匂い、多分液の匂いのままで、特に蚊は臭くならなかったです。本当なんです、本当なんです。自分の匂いだから分かんないんじゃなくて、蚊は普段もマキロンと綿棒でやってます。拡張のホールは毎日外すんだけど、普通のとこは全部毎日も外さないから、
1週間に1回順々で外していくみたいな、そんな感じでケアをしています。何が聞きたいの？仕方ない、何でもは知らない。いくらが食べたい？教えてカー君。以前動画で言っていたカー君が両手で弟君との腕相撲が見たいです。しっかり動画見てくれてる内容だなと思いました。やりたいと思います。はい、じゃあリクエスト通り弟に来てもらいました。で、何もないと面白くないので、今日はカーの全財産をかけたいと思います。お財布2台持ちなんです。全財産かけるから来てとお願いしました。でも、こっちがプライベートよ。カードとか入ってるから見せれないけど、こっちは小銭を使わないんで、からですね。まあ、若手って言ったんだけど、すまねえ。小銭はいっぱいあるよ、こっち。はい。ということで、賞金が500、あ、でも結構ある。500。600、700、800、930円。930円賞金となります。はい、一言意気込みをどうぞ。頑張ります。右でいい。右でいい。兄の威厳をかけた負けられない戦いがここにある。勝負の行方はいかに？レディーゴー。よよよ、カー君降臨、上がれよ国民、せにょせにょ、プチョヘンザメンヘラニートで引きこもり、でもチートスマイルで引き落とし、アジャトイニョは生まれつきだもん、囲いの中の王子だもん、いなこのスマイルが奥義だもん、カー君スマイル、マキファナキャノン。意味わかんない。弟がさ、バラエティ力なさすぎん？そんな、もうちょっとさ、粘るとかあるじゃんね、なぁと思って、後から説教しておきました。いや、ああいう時はね、って言って、ちょっと粘って、って。そういうとこなんですよね。こんなにコテンパンされたら、清川が主なのにとか思って、ちょっとあれだったんだけど、はい、あれぐらいのレベルです。てか、弟が多分強い方です。砲丸投げで全国区です。はい。なんで、本日はこの辺で終了したいと思います。わかんない。教えてかく、まだぐなりますね。ごめんなさい。では、本日もご視聴ありがとうございました。はい、ぜひチャンネル登録、高評価して、また次回以降も遊びに来てくれると嬉しいです。お待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、カーでした。ありがとうございます。2021年度1月ご視聴ありがとうございました。おかげさまで自身の新記録、はい、月間10本アップという目標を達成させていただきました。また来月もよろしくお願いします。